はい、速稼塾の久保です。2030年どんな未来になっていくのか、前回のパート1ではですね、車と JR、鉄道ですよね、移動の未来、そして買い物、ショッピング、オートショッピングっていうのが始まるんではないかなってことをお話してみました。そして今回はですね、まあエンターテインメントとかレジャーについてお話してみようかと思います。その他、生命ですよね、寿命みたいなこととか、あと仕事の未来ですね、この3点についてお話していきましょうか。まずはレジャーとかエンターテインメントなんですけども、私が10代の頃ってのはレンタルビデオが出始めていて、でレンタルビデオとかそれから中古の書籍の販売とかね、ツタヤとかっていうのがね、ブックオフとともに台頭してきた時代です。一気に全国にバーッと広まっていって、そして今だいぶ影を落としてるんではないかなと思います。それはですね、エンターテインメントの時代も移り変わってきて、今はねどちらかというと自宅でインターネットで大画面のパソコン画面で映画を楽しんだり漫画を読んだりってことになってるんではないかなと思うんですよ。まあ、今ねタブレットで漫画を読んだりとかする時代ですから、しかもすごく安いんですよね。でレンタルって返しに行くのがめんどくさいですよね。で私なんて忘れちゃったりしてたんですけども、返しに行った時に次のやつを借りるみたいな感じで、レンタルって1回行ったら結構ね長い頻度で行ったり来たりするっていう流れもあったと思うんですよ。特にテレビドラマを5パックでなんか1000円みたいなね、1週間レンタル1000円みたいなね、5巻で1000円みたいなことがあると、だいたいテレビのシリーズって7巻セットとかで全部終わるみたいな感じなんで、だから1回では全部借りれないんですよね。だから返しに行った時に残りの2個を借りて、また別の作品を3つ借りてみたいな感じで、どんどん続いていっちゃうみたいなね、そんな流れが起きていたりとかしたとも思います。私の場合はそうだったんですけど、いかがですかね。でそれが未来になると、まさにね VR とか AR の発達によって、もうねパソコン画面も見なくても、例えばコンタクトの中にもうすでに映画が入ってるとかエンターテインメントが入ってるみたいな感じで、パソコン開かなくても楽しめるような未来が2030年来るんじゃないかなと思うんですよ。例えば映画を見に行こうかなと思っても、映画館に行くんではなくって、まあ自宅で、もしくはもう自分のフリーな空間でね、車の中とかそれから近くの公園とかでコンタクトレンズで見ていると。それで背景はもう公園だったらね、公園の背景で画面がボーンとここに出ているって感じですよね。まあ、そういうふうに楽しめるようになるんではないかなと思うんですよ。しまいにはですね、映画に行くような感覚でもうすでにデートの相手すらカスタムして、その人と会話をしながらショッピングをして、なんかね、ポップコーンとかを買いながら、それで映画スタートみたいな感じで、最初の5分間ぐらいは CM が入ってるじゃないですか。それを隣のカスタムした彼女と一緒にね、話し合いながら、あ、もうちょっとで始まるねみたいなところから、もう拡張現実が作られてるみたいなことも想像しちゃいますよね。だからデートの相手が設定できるわけですから、例えばね、私もう48ですけども、同じ年代の女の子と喋ったりすることもできますし、あとはね、家族がない方もバーチャルな家族をそこに設定して、一緒に家族で遊園地に来てるようなねところを設定しながら、ジェットコースターをバーチャルで乗るみたいな体験もできるかもしれません。そしてその家族っていうのは3年後に同じ、またエンターテインメントを楽しもうとしたら、その時に家族も3年分年を取ってるみたいな感じがあったりとかね、たまにはそのバーチャルな家族からメールとか手紙が届くとかね、なんかそんなこともあったりね、パパ今元気してますかみたいな、今私は留学中でオーストラリアにいるんですっていうのよね、そういうふうなメッセージが届いてリアリティを醸し出してくれたりとか、でそのバーチャルな家族とメールのやり取りができていて、もうちょっとで帰るよみたいなメッセージのやり取りができるみたいな、もうすでに生命、生まれてから死ぬまでが全部ねバーチャルとともに自分の人生を保管してくれるようなこともできるんではないかなと思うんですよ。これちょっとね、例えが変なんですけども、私今ねナイト2000っていうね、ナイトライダーに出てくる車乗ってるんですけども、これも言ってみれば私はコスプレをしてるんですよ。テレビのドラマのマイケルナイトになり変わって、自分もドラマに出たいなってものも、車のレプリカを自分が所有することによって疑似体験するんですよね。もうこうなったら拡張現実の中にそれもできるわけなんですよ。例えばドラえもんの主人公になりきって、ドラえもんのファミリーと一緒に人生を過ごすみたいなね、それとともにリアルな人間関係を作っていくみたいなのがあったりとか、しまいにはその自分のバーチャルな人間関係を他の人にもね、ダウンロードしてもらって、その人もその新しい関係の中でやっていくみたいなね、もうリアルなのかバーチャルなのか分かんなくなるようなね、そんな世界も見えてくるんじゃないかなと思いますね。なかなか面白いですねこれはね。まあそうなるとどうなるんでしょうね。ひょっとしたらね、なんかこの前本田平野議員でありましたけども、50歳の私が中学生の子と
まあ、なんか同意の上でね、なんか付き合うことは許されないみたいなこと、そんな発言がありましたけども、好きな方はね、50歳になっても中学生となんかねカップルになるみたいなね、そんなバーチャル現実もなんかあるかもしれないですよね。はい、それで次2つ目なんですけど、生命の未来についてちょっとお話していきましょうか。おそらくね、サンディープリンターがもっともっと発達してきて、自分が疾患を抱えた内臓とか、それからもうタバコを吸う方でしたらね、弱った肺とかをそっくりそのまま入れ替えて、また健康な内臓でやっていけるようなことも起きてくるんじゃないかなと思いますよね。そういうふうにして、まあ、人体のリペアが手軽にできるようになったりとか、それから生命についてもいろんな形が考えられますよね。例えばね、 GDF11 っていうそういうふうな血液中の要素を入れ替えることによって、人間というのはね、長生きするそうなんですよ。これ簡単に言うとですね、若い人の血を入れると若返るし、年を取った人の血を入れると年取るし、みたいな作用がマウスで起きてるみたいなんですよ。あとはこれをどのように、人間に当てはめていくかってことなんですけども、技術的にも倫理的にもまだちょっと難しいかなと思いますけども、2030年にこれがねどうなるかは分かりませんけども、進んだ研究結果ぐらいは見れるようになるんではないかなと思います。でちなみにですけども、2030年には100歳超えがかなり増えてきて、人生100年時代がまさにその通りになるんではないかなと思います。10年後ですから、私はね、だいたい60歳になってますよね。だから私はあと40年ぐらい、10年後は寿命が残ってるなって感じなんで、人生もう一回りあるかなと。人生の折り返し地点っていうのが、ちょっと昔はね、30とか35とかって言われてましたけども、今ではもう50歳が人生の折り返し地点。そうなると、まあ人生観もいろいろ変わってくるなと思いますし、今の10代って感覚が、10代、20代っていう感覚になるかもしれませんよね。どうなっちゃうんでしょうね、私たちのその何ですか、90歳以上がなんかね1000万人いる社会ってどうですかね。なんかよくわかんないような感じですよね。はい、まあ生命感もいろいろ変わってくるんじゃないかなと思います。そして今日の3点目、仕事についてちょっと話していきましょう。仕事はもちろんですけども、今から20年前にあった仕事で今はない仕事ってのもありますし、今20年前になかった仕事が今たくさん生まれてるってのもありますんで、 AI とかロボットとかテクノロジーとか、それからオートメーションのおかげで、私たちは人間でなければならなかったと思えてたことが、今では人間でやることの方が珍しいみたいなね、そんなことも起きてくると思うんですよ。食堂に入ったらね、食券機が出てくるのはその代表的な例ですし、JR の駅の中からね、改札でカチンカチンってハサミを切符に入れてくれる人がいなくなったのもその一つだと思います。自動改札ってやつですよね。で自動券売機ってのもあらゆるところで出てきたりとかして、何もかも人間じゃなくても良くなってきたってことなんですよ。で私たちはこれから2030年に向かっていろんな職がなくなっていくというふうにも言えると思います。でも失業者で世の中が溢れることはなくてですね、だいたい一つの仕事が消えるたびに 2.6 個の仕事が新しく生まれるって言われてるんですよ。例えば YouTuber っていう仕事も昔は考えられなかったんですけども、今はね YouTuber っていうのが多くなってるんですよね。例えて言うとですね、テレビ局っていう一つのマンモス媒体、マンモス発信媒体が独占していたものがなくなって、もう何百人何千人という小さな放送局が自宅の中にたくさんあるって感じですかね。こうなると 2.6 倍どころじゃなくて、もう数百倍数千倍に増えていくってことにもなりかねないかなと思います。そしてその他にもね、ブロガーとかね、ゲーマーとかプロゲーマーとかね、アフィリエーターとか転売屋とか、本当に自分一人でできる会社仕事ってのが増えてきたんではないかなと思いますね。そういうふうにして仕事の未来もどんどん変わっていくんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じだったでしょうか。それでは今回はこの辺にしておきましょうか。